この時間まずは県内で新たに確認された新型コロナウイルスの感染者の情報です。今日は県内で新たに2人の感染が確認されました。感染したのは本宮市の60代の女性と男性の合わせて2人です。県はこの後午後7時から会見を開いて詳しく説明するとしています。まあ、これで県内の感染者は合わせて64人になったわけなんですけれども、内堀知事は爆発的な感染拡大を防ぐ瀬戸際な状態だと話しているんです。では改めて県内の感染者数の推移を見ていきます。先月末から毎日のように感染者が確認され、今月7日には8人の感染が確認されました。その後少し感染者数は減ったと思われたんですが、先週16日緊急事態宣言が発令された日に、これまでで最も多い9人の感染が確認されました。そして今日は新たに2人の感染が確認され、これで県内での感染者数は64人となっています。そして県内では新たに2例目となります集団感染クラスターがいわき市で起きています。いわき市の API コーポレーションの工場ではこれらの人たちが感染しています。先週14日に初めて工場の従業員の感染が確認され、会社は従業員60人を自宅待機としましたが、先週16日にはこの男性の同僚の3人の感染が確認されました。そして先週17日に新たに同僚の男性1人の感染が確認され、5人となりまして集団感染クラスターと認定されました。さらにおとといも従業員の1人が感染が確認されまして、これでこの工場での感染者は6人となりました。そしておとといはすでに感染していたこの43例目の男性の家族3人の感染が確認され、従業員とその家族を合わせると合わせて感染者は9人となっています。